ワーキングビークルは働く乗り物。ワーキングビークルはバンダイが2004年以降にビートレインショーティーの姉妹品として発売したブラインドパッケージ販売によるトラックバスのミニチュアモデル。ワーキングビークルの名の通り、働く車イコール商用車のモデルである。ビートレインショーティーと同じ縮尺1、150であるが大幅なデフォルメはされていない。 車種は主に現行モデルを選択している。ボリューム1大型トラック編2004年9月発売。全2軸後一軸の大型トラックをモデル化している。ボリューム2石油タンクローリー編2005年1月発売。全2軸後一軸の大型タンクローリーをモデル化している。ボリューム3引越し中型トラック編2005年3月発売。 引っ越し業者の4トントラックをモデル化している。ボリューム4属大型トラック編2005年8月発売。第1弾に続いて全2軸後1軸の大型トラックをモデル化している。ボリューム5小型路線バス編ボリューム5以降はディスプレイ用道路パーツが付属している。2006年2月発売。7メートルクラスの小型路線バスをモデル化している。 ボリュームスセメント事業者編2006年4月発売ミキサー車、分流体運搬車をモデル化しているボリュームセブンテレビ中継車編2006年11月発売中型トラックベースの放送中継車をモデル化しているボリューム8新大型トラック編2007年1月発売全2軸5 2軸の大型トラックをモデル化している ありがとうございます。